毎週水曜日の暮らしと健康企画、元気丸ライフ。今回のテーマはストレスとの向き合い方です。心身の健康にさまざまな影響を及ぼすストレスとはそもそも何なのか、そしてどう向き合えばいいのか、専門医に聞きました。まあ、私たち人間を、一つのボールに例えると、ボールをこうやってこう指で押すっていうことをイメージしてください。で、その時にこの指で押す力がストレッサーです。で、私たち人間っていうのは、ボールと同じように押されると元に戻すっていう力があるわけですね。で、この元に戻すっていう一連の私たちのこうボールである人間の反応をストレス反応というふうに呼んでいます。で、この指とボール全体を、ストレス、全体をそういうふうに呼んでいる。物理的なもの、そうですね。例えばそれが、気温は一番わかりやすいですよね。暑すぎるとそれはまたすごく苦しくなるし、寒すぎても苦しくなりますよね。ただ人によっていい塩梅っていうのは多分それぞれ違うと思うんですね。で、その人にとってのいい環境、温度であればそういったことになるでしょうし、それがこう、 うまく、噛み合わないというか、こう苦しいなっていう時にそのストレス反応が強くなる。その人その人によっても違うし、その人の置かれた状況であったりとか、それまでの経験であったりとかっていうことでもストレス反応って全く違ってくるんですね。ストレスのサインっていうのは、人によっていろいろなタイプがありまして、体に出る、より出るタイプ、心に出るタイプ、刺激に出るタイプ、あとは認知行動に出るタイプっていうふうに言われています。その人によってストレスのサインの出方は様々です。食欲がなくなる、肩こり、頭痛といった体のサイン。心のサインには不安、不眠、イライラ、気分の落ち込み、あるものを特別に好む癖、嗜癖としては、タバコ、アルコール、コーヒー、エナジードリンクの量が増える。認知行動のサインには、ミスが増える、ぼんやりする、考えが偏ってしまうといったことがあります。ストレスと向き合うっていうと、鉄の鎧でこう自分を守るイメージを持たれる方がいるんですが、実際はこうバネでしなやかに跳ね返すっていうイメージがいいかなというふうに思います。ただストレスがかかりすぎてしまうと、そもそもバネが歪んでしまってこうペシャッとなってしまうんですね。なので、その歪んでしまったバネを、自分の力で、あるいは周りの方の協力で、じんわりじんわりこう矯正してしなやかなバネにしていくっていうイメージが持てるといいと思います。では、ストレスとうまく付き合っていくにはどうしたらよいのでしょうか。運動がいいタイプの人もいるし、例えばアロマとかそういうリラックス系がいいかと思いますし、例えば髪を丸めて投げるとか、カラオケをするとか、いろんなパターンがあっていいと思います。その中に、体操とか、ストレッチとかっていうのも入ってくるかなと思います。そこで、ストレス解消のセルフケア体操を紹介してもらいました。両腕を脱力させて振り、筋肉や関節をほぐす運動、スワイショー。島根県のギャンブル障害治療プログラムに取り入れられている体操で、もやもやとした考えを断ち切る対処法として有効です。体にまとわりつくように無心で腕を振る運動を5分から15分ほど続けましょう。静かに自分の息を数えながら呼吸を観察する素足感。椅子に浅く腰掛け、口からゆっくり息を吐き切るのを3回繰り返します。続いて鼻呼吸。鼻から息が出て入ってくるのをひとまとまりとして、1、2と心の中で10まで数えます。これを5分ほど繰り返します。どちらも無心で行いますが、途中で違うことが頭に浮かんでも
自分を否定することなく、心の中で OK と受け入れ、もう一度最初から始めましょう。一つのこうラインとしては、いろんなストレスを抱えていても日常生活がそれなりに回っているのであれば、わざわざこういう病院に来る必要はないと思うんですけれども、一線を越えてしまって動けなくなってしまった、いろんなところにこう影響が出てしまったってなると、医療機関の受診ということも考慮した方がいいのかもしれません。自分で自分を否定しないっていうのは大事ですね。自分を最終的に受け入れてくれるのは自分しかいないと思いますので、それ大事だと思いましたね。自分のことは分かるっていうことはまず第一歩なのかなと思いますけど、いろんな体操とかもしてね、ストレスをまず発散してください。ストレスは多かれ少なかれ誰しも抱えているものです。一人で我慢せず、信頼できる人に相談したり、セルフケアをすることでうまく付き合っていきましょう。元気丸ライフでした。